早野義明から1932年1月4日は、日本の海苔養殖家、教育者、小学校校長を経て、海苔の養殖業に転身し、有明海で初めて海苔の養殖に成功した。文下生により、岡山、愛媛、朝鮮半島に海苔の,の養殖技術が広まった。1862年、ルス巨番の父代七、母マスの三男として生まれる。 東京へ留学後、大浜神城小学校訓導に就く。あと、校長に就任。1894年頃、地域の貧窮を救うため海苔の養殖を提唱。校長退職し、自ら海苔の養殖業を始める。1901年、県水産試験場市場誘致に成功する。1902年、海苔の養殖に成功。玉名海苔として東京、大阪へ出荷する。 1903年、軍会議員初当選。1906年、第2回、関西九州連合水産協進会のリ部門で二等賞、受賞。皇太子殿下のお買い上げに預かる。1907年、大浜横島のり水産組合を設立し、組合長に就任。1908年、有明会観督事業に着手。1912年、町営会。 有明海会春光。1915年、衝動局より大銀杯を受領。1921年、熊本県知事より表彰。1931年12月、天皇陛下へ新乗りを献上する。1932年1月4日没。ありがとうございます。